しました。改めまして皆さんこんにちは、これより中区1万人ラジオ体操を始めさせていただきます。今年度この中区では世代を超えて馴染みがあり、全世代が無理なくできるラジオ体操を通した運動の習慣化を掲げまして、就業・就学者なども対象に全中区民の健康づくりを進めていきます。本日はこの中区島にラジオ体操を通じまして、ラジオ体操により一層関心を深めていただければと思います。では大会に先駆けまして、主催であります公益財団法人横浜市体育協会会長山口博士よりご挨拶をさせていただきます。お願いいたします。皆さんこんにちは。高いところから大変失礼いたします。中区1万人ラジオ体操、多くの区民、市民の皆様、そして関係団体の皆様、こうして多数お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ラジオ体操は昭和3年スタートということで、現在では推定全国で約2800万人もの方々が体操されているというふうに聞いておるところでございます。また全国各地でさまざまなラジオ体操推進イベント、特にこの横浜、5年前の開校150周年を記念いたしまして、赤レンガ、5年前ですね、1000万人ラジオ体操を行っていただいたということで、大変記憶の新しいところでございます。この象の花パークも開校150年に、オープンということになりました。私ども横浜市体育協会はいつでも元気で豊かな生活を送れるよう資料事業活動を行っておりますけれども、この歴史と伝統のある素晴らしいラジオ体操についても当協会として積極的に取り組んでおるところでございます。ラジオ体操は全身運動、本当に健康の維持増進に大きな効果があります。本日は NHK で放送中のラジオ体操、ラジオ体操の出演者の方々を横浜にお迎えをし、ラジオ体操の基本から学び、ご参加の皆様にはラジオ体操の魅力を十分に体感していただければというふうに思います。結びに当イベントの開催にあたりご尽力いただきました NHK 横浜放送局をはじめ、神奈川県ラジオ体操連盟、中区役所、ご協力をいただいた漢方生命保険横浜支店、並びに関係者の皆様に心より感謝御礼を申し上げます。それでは皆さん、ラジオ体操楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、神奈川県ラジオ体操連盟会長松沢圭吉様よりご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。おはようございます。ラジオ体操連盟の松沢と申します。私がたまたま前任者の柳川先生、ご存じの方いらっしゃると思いますけども、柳川秀丸先生がお亡くなりになりまして、その後私が引き受けて、ずっとやらさせていただいておりますが、私も学生時代から、昭和二十数年ぐらいの時ですか、日体大の時に体操を始めまして、現在まで体操をやっていると。おかげで私も80半ば近くになりましたけれども、大きい病気あまりなく、現在もまだ高齢者の方の体操の指導も週3回やはりやらさせていただいております。そのようにして、この体操を、このラジオ体操をきちんとやれば、より皆さん方の体によく効くわけで、ためになる動きでございます。今日も田野先生以下アシスタントの先生方いらっしゃいますけども、ご指導を受けながら正確なる正しい動き方をやっていただくと、本当にこの体操を一回やっただけで汗をかくし、体に身になるということで、これが健康の元になると思います。これを元にしながら中区の方々が大勢全部が長生きをして、もう今100歳時代ですから、100歳を超えるぐらいの元気で頑張っていただきたいと思います。今日はご苦労様です。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
続きまして本日お忙しい中駆けつけていただいたドラフの皆様ご紹介させていただきたいと思います。中区連合町内会長連合協議会会長平山雅治様、中区スポーツ推進委員連絡協議会会長米山満様、株式会社かんぽ生命保険横浜支店村山誠様、NHK 横浜放送局放送部長広田俊明様、全国ラジオ体操連盟関東事務所長兼新越事務所長吉田盛弘様、神奈川県ラジオ体操連盟会長松沢健吉様、横浜市体操協会名誉会長山村徳夫様、横浜市体操協会会長安藤康之様、以上でございます。本日は皆様ありがとうございました。続いて主催者をご紹介させていただきます。中区副区長木村和夫、公益財団法人横浜市体育協会事務局長伊地知秀弘、公益財団法人横浜市体育協会地域スポーツ施設経営局長伊藤康則、以上でございます。ありがとうございました。そして本日はスペシャルゲストにも来ていただいています。卵から生まれた動物、もっさいボディとピュアなハートの持ち主でテレビが大好き、身長120センチ、体重85キロの NHK マスコットキャラクターマドラス動物です。今日は一緒にラジオ体操してくれるということですので、ね、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。ラジオ体操の講師の方々をご紹介させていただきます。 NHK テレビ講師多方はじめさん、はい、皆さんこんにちは、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして NHK テレビラジオ体操ピアノ演奏名川太郎さん、そして NHK テレビラジオ体操アシスタント稲垣沙織さん、清水咲さん、原川愛さんです。皆さんよろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお願いします。さあではここからはタボさんにマイクをお渡しいたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さん改めましてこんにちは、お忙しいねこの3連休の最中、こちらの会場おいでいただきまして本当にありがとうございます。で、今ご紹介ありましたようにね、今日はすごいメンバーですよね。ピアノも生で長間太郎さんに弾いていただきますし、こういう機会なかなかないと思いますよ。ピアノの生の音で体操ができる機会そうそうございませんのでね、ピアノの音もよく耳から聞き入れながら体操なさっていただきたいと思います。それからテレビでおなじみ、体操のお姉さんですね、今ね6人いるんです。で、6人の中3人が今日こちらの会場来ていただいてますので、まあ改めてご紹介するんですが、私の声ばっかり聞いててもつまんないでしょうから、直接各自でね自己紹介していただきたいと思います。まずは稲垣さんから、はい、お願いします。皆さんこんにちは、稲垣沙織です。今日はせっかくの機会なので皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、岡山県出身の清水咲と申します。今日はしっかり笑顔で頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、原川愛です。今日はみんなと一緒に元気に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではね、早速体操していくんですけど、まずね、ラジオ体操毎朝行っているという方、ちょっと手を挙げていただいてますか。はい、ありがとうございます。若干少なかったですね。テレビで体操されているという方もいると思います。あまり言えなかったですね。これね、毎朝体操を行っていただくとね、まず覚醒効果